メリカンフットボールの大学日本一を決める甲子園ボールが行われ、日大が西学院大を23-17で破り、27年ぶりの優勝を果たしました。甲子園ボールで東のチームが勝ったの11年ぶりです。今年の甲子園ボール2連覇を追う西日本代表の関西学院大、27年ぶり。優勝を目指す東日本代表の日大の顔合わせで、甲子園ボールでの両チームの対戦は、回最多を更新する29回目となりました。試合は開始1分過ぎ、関西学院大が、タッチダウンで先制しましたが、日大は1、生クォーターバックの林、勝静香選手の正確、パスや、ラン攻撃で2つのタッチダウン、奪って逆転し、前半で13対10とリーしました。後半の第3クォーターに、リードを広げた日大は終盤、相手の反撃、新、切り、23-17で勝ちました。大は2年ぶり21回目の優勝で、カシ、ボールで関東のチームが勝つのは平成1年の法政大以来、11年ぶりです。大の、キャプテン、山崎翔吾選手は、27ぶり、優勝を自分たちで成し遂げること、できて最高です。一戦一戦成長し続けた、果てだと思うと話していました。入った、西学院大は終盤、追い上げを見せまった。勝負どころでクォーターバックの、